現場と私生活って本当に表裏一体だと思うようになってきて、仕事をしすぎてもやはりこう私生活がおろそかになったり、インプットする時間がないとアウトプットってできないな、手ではつかめないものを表すのが役者の仕事だと。久保田正孝と申します。このような本当な素敵な賞をいただけて、本当に役者冥利に尽きる気持ちでいっぱいです。ありがとうございます。別人になりすまして生きたある男の正体を突き止めようとしまして、弁護士の葛藤を描くという、その濃厚なミステリー作品で、まるで傑作小説をめくっていくような面白さと、そして深さがある作品でありました。まあ、言ってみれば観客をも欺くような久保田さん、その、はい、嘘つき演技なんだけれどもとても誠実な男であるという、まあ、この難しい役どこに気をつけて演じてました？そうですね、ある男というタイトル通りこうキーになる役どころであったんですけど、あまりこう情報で体の中を埋めすぎないようにすることを逆にして、どうしてもやっぱりこう足してった方が、僕は役を演じる上では役者って楽なのかなとは思うんですけど、空間に何かものがあったり、むしろ何もない空間にいるって何かをしてくださいって言われる方がすごく難しいと思うんですけど、なんかそうやってどんどん引いていく方を意識して演じてましたね。俳優という職業も、はい、言ってみれば別人を生きるお仕事だと思うんですけれども、それは今やってらっしゃって楽しいですか、大変ですか、どうですか？そうですね、今年で35になるんですけれども、やっぱ20代の時とはやっぱ感覚も変わってきて、こうどんどん若い方々、エネルギッシュな方々とできることもすごく楽しいですし、やっぱもちろん現場はすごく好きなんですけれども、よりやっぱ現場と私生活って本当に表裏一体だと思って、ようになってきて、やっぱ仕事をしすぎてもやはりこう私生活がおろそかになったりするなっていうのも感じて、それもすごく実感して、やっぱこうインプットする時間がないとアウトプットってできないなっていうか、本当にそのバランスっていうものをちゃんとこれからもっともっと作っていくことで、この先ももっとこう現場が楽しくなったり、演じることにすごく意味というか、何かこうやっぱ手ではつかめないものを表すのが役者の仕事だと思うので、何かそのつかめないものを感じてもらえるように、届けられるように今後も精進していきたいなと思ってます。仕事をしすぎますと体壊しますんで、いや本当に気をつけてくださいね。本当に気をつけましょう。おめでとうございました。ありがとうございます。おめでとうございます。大きな拍手をお願いいたします。久保田正孝さんでした。